グリさん、すごい雨やで。ゆっくりしときゃ。行ってくんで。バイバイ。お前のためだけに石色男がいてもいい。全身全霊をかけ、愛する女マミアへと忠誠を誓う男レイ。果たしてレイはマミアの体をゲットすることができたのか。好きな言葉は大サービス。どうも、なにわの姫ロックです。いつもありがとうございます。はい、今回で実践第27かな。はい、いつものお店に来てるんですけれども、なんと前日お店お休みで、本日寝台入れ替えなんですけども、びっくりのリスクアップ増大と、ちょっと意味のわからない寝台入れ替えです。まあね、大手のお店なんで稼働を増やしたいっていう意味なんでしょうけども、なぜに自分一人しかいつも座ってないような島に増大をすると、まあ、土地狂ってるとしか思えないような、まあ、寝台入れ替えですけれども、まあ、せっかくね、高設定を打てるかもしれませんし、もちろん今日もディスクアップ狙いで頑張っていきたいと思います。まあ、抽選がどうかってとこですけど、多分でも取れるでしょう。なんか増大で16台ぐらい入れるみたいなんで 大丈夫かな？まあ、そんなわけで、早速、ご本尊タイムで、いきたいと思います。Thank you.
Thank you.
前はもう死んでいる。まさか。
ギブアップ。毎度どうもありがとうございました。負けた負けた。ねえ、いつものお店はやっぱり設定2なんですよ。もう最高設定がね。はい。あのチェリーレギュラーアホみたいに弾いて、もしかしてって思っちゃうでしょ。罠なんですよね、ディスコアップあるあるで。ほんと罠です。いやー、もうね、前回の北斗無双との実戦で合わせてもうなんぼマイナス6万弱ですね。行ってきまーす。朝の手続き行ってきまーす。というわけで、今回はこの夕暮れ時にとってもよく似合う母ちゃんのメロディーに合わせてディスクアップあるあるを歌いたいと思います。ディスクのあるある、今から言うよ。ディスクのありがとうございました。